X-35 エドワーズ空軍基地でテスト中の X-35AX-35 はアメリカ合衆国のロッキード・マーティン社が開発した試作戦闘機である。X-35 は統合打撃戦闘機計画計画に基づいて開発されたステルス試作実験機である。 クトール型の X-35A とカタバル型の X-35C の2機が試作された。後に、X、X-35A はストブル型 X-35B に改造されたが、損失あるいは損傷した場合に備えて X-35C も B 型仕様に改造可能なようにされていた。量産型の製造を意識して設計されており、 基本的な設計は量産型である F-35 と大きな違いはない。ただ、あくまでも各型の機体設計の共通性や機体性能を実証する機体であったため、コックピットは F-35 と違い従来型のグラスコックピットを採用しており、HUD を持つ。また、エンジンは、プラットホイット 2F119 を搭載した。 空中給油受油装置は2機ともに空軍式のリセプタクルが採用されていたが、こちらは2機ともに海軍式のプローブを採用した X-32 とは異なっている。X-35B で採用されたリフトファン方式は基本的には約 -38 など過去の V トール機で採用されていたリフトエンジン方式に似ているが、 リフトエンジンの代わりにリフトファンを使用するもので、これまでに実績がなかった方式であった。リフトファンから噴出される空気は熱せられていないため、エンジンの排気が混ざった高温の空気をせき止めて、エアインテークからエンジンに入り込むことを防ぐことが期待されていた。この理論は実際の試験で正しいことが証明され、ホバリング試験時のエアインテークの温度は、 周囲の外気よりも摂氏3度高かっただけであった。リフトファンの吸気ダクト扉は左右に開く2枚扉が採用されていたが、簡素化のため F-35B では採用されなかった。また、可変水力ノズルとアフターバーナーを持つ3、ベアリング回転ノズル式のエンジンは約 -141 との関係を噂されているが、 約 -141 を参考にして F-35B のノズルが設計されたわけではないとしている。X-35A は2000年10月24日に、X-35C は同年12月16日に初飛行。 X-35A が、x 3 5 b へ改造後の初飛行は2001年6月23日で、同年7月20日には短距離離陸から超音速、飛行、最後に垂直着陸を行う一連の飛行、ミッション X を成功させた。飛行試験は、同年8月6日にべて終了し、合計で139層、116.9時間の、 飛行を記録した。KC-135 から空中給油を受ける X-35A。ありがとうございます。